こんにちは。はい、ではここはあの質問コーナーでございます。はい、はい、お待たせいたしました。はい、今までねロケーションフォトに関する質問だったんですけど、今日はちょっと雰囲気を変えて、はい、ここはブライダルに関するご質問ありますので、はい、はい、では早速質問です。はい、はい、ここはブライダルおすすめのご利用方法、はい、使い方。ああ、そうですね、まあ、あの新婦様新婦様お二人でこう打ち合わせに来る方も多いんですけど、最近は結構あの日立ではサプライズで、サプライズ、あのそうですね、共通 の, あのご友人様だったりとか、あとはあのご兄弟様が、うん、あのお二人にサプライズしたい、プレゼントしたいっていう感じで、まあ、あのちょっとこっそりと撮影をプレゼントするみたいな。そうですね。ああ、なるほど、はい、すごく人気です。はい、はい、ちなみに新郎新婦様一着ずつ衣装を着ると大体おいくらぐらいなんですか？そうですね、ここはブライダルでもこう着る着数とかプランがあるんですけど、はい、まあ、シンプルに、まあ、私服っぽい感じで撮影したいという方はエンゲージメントボタンっていうのが大体、まあ、1万円ぐらい。はい、はい、はい、あとはしっかりこう白いドレス着たりとかタキシードだとアルバムデータプランっていう、まあ、データもついてくるプランが大体そうですね、6万4800円。はい、ああ、なるほど、結構お得。そうですね、そうですね、はい、はい、ね、2着着たい方はその先のプランもありますので、ぜひねご覧いただければと思います。はい、はい、ではまた。はい、お待ちしてます。